スペース XCRS-7 とは、スペース X が NASA との商業補給サービス契約に基づいて打ち上げた国際宇宙ステーション補給機であり、2015年6月28日にケープカナベラル宇宙基地から打ち上げられた。打ち上げ139秒後に第1弾、第2弾の分離前に分解し、失敗した。ドラゴン宇宙船としては9機目。 商業補給サービスとしては7期目だった。また、打ち上げロケットのファルコン 9V1.1 はファルコン9シリーズでは19期目、ファルコン 9V1.1 としては14期目だった。打ち上げに望む CRS-72015 年1月の時点で NASA は打ち上げ予定日を暫定的に6月13日に設定していた。その後、調整の結果6月22日となったが、 一旦6月19日に前倒しされ、さらに6月26日に変更された。最終的に、ケープカナベラル宇宙基地第48社施設から2015年6月28日14時21分11秒アトックに打ち上げられることになった。さらに、ファルコン9第1弾の第3回着陸試験も行われ、心臓された無人船オブコース。 アイスティルラブユーに着陸することになっていた。ドラゴン宇宙船は約4100ポンドの物資を搭載し、軌道上に5週間止まった後、同量の廃棄物を積載して大気圏に再突入する予定だった。メディアを再生するビデオの崩壊から爆発のロケット、打ち上げは139秒後にファルコン9第2段の液体酸素タンクなやつが急速に失われ、 ロケットが白い雲に包まれるまでは正常だった。ロケットは数秒後に分解するまで上昇を続けていた。ドラゴン CRS-7 カプセルは爆発したロケットから放出され海面に落下するまでテレメトリを送信し続けていた。スペース X の関係者はパラシュートが展開されていればカプセルを回収できた可能性があると述べたが、 カプセル内のソフトウェアはこの状況でパラシュートを展開するようにプログラムされていなかった。このためカプセルは着水の衝撃で粉砕されたと推定されている。その後の調査で2段液体酸素タンク内に加圧用高圧ヘリウム容器を固定するストラットが破損したことが原因であると判明した。ヘリウム加圧システムの完全性が損なわれたため、 過剰なヘリウムが液体酸素タンク内に放出され、内圧が急上昇して液体酸素タンクが破裂したものと考えられる。NASA による独立調査では、ストラット破損の原因は、ストラットのステンレス製アイボルトの材料として、航空宇宙用材料の代わりに、適切なスクリーニングと試験を行うことなく、一般工業用材料を選択したという。 設計ミスによるものであると結論された。NASA は、スペース X との間の契約で、CRS-7 ミッションの使用ペイロードや、打ち上げ日時、ドラゴン宇宙船の軌道要素を取り決めていた。2013年7月には、CRS-7 で、国際ドッキングアダプター IDA-1 を、国際宇宙ステーションに輸送することが決められた。 これは既存の余圧結合アダプタに取り付けて、既存のアパス -95 ドッキングインターフェースを新しい NASA ドッキングシステムに変換するものである。これは将来のアメリカの有人宇宙機をドッキングさせるために用いられる。スペースシャトルの退役以来、アメリカの物資輸送ミッションはドッキングではなく、経流で行われてきたが、有人輸送ミッションでは、 ドッキングの方が安全上より好ましいためである。ペイロードの詳細打ち上げ失敗により、搭載貨物はすべて失われた。貨物には、以下のようなものが含まれていた。このミッションでは1 8 0 0ラム以上の物資及び、実験機材を輸送することになっており、実験機材の中には、先端宇宙科学センターが取りまとめた微小重力、環境下での受粉実験や、 プラスチック生態用光防御剤の評価など30以上の学生実験プロジェクトなどが含まれていた。前年のアンタレスの爆発事故で失われた千葉工業大学の流星観測カメラシステムメテオ予備機も搭載されていたが2連続で事故に見舞われるという不運となった。CRS-7 にはプロジェクトサイドキックの一環としてマイクロソフトホロレンズの改造品も搭載されていた。 打ち上げ前の着陸台船オブコース、アイスティルラブユースペース X は、第2弾分離後、ファルコン9第1弾を、大気圏内で制御して 90X50 メートルの着陸台船に着陸させる実験を行う予定だった。スペース X は、着陸台船を、自立型宇宙基地ドローン船と呼んでおり、このミッションでは、オブコース、アイスティルラブユ5に着陸させる計画だった。 スペース X は、これに先立つ2015年1月と2015年4月にも着陸実験を行っていたが失敗しており、これが3度目の試みであった。CRS-7 に使われたファルコン9には、以前の実験結果を反映して、グリッドフィニア、着陸客などに様々な改善が施されていた。ありがとうございます。